他人の欠点を探すことに時間を割く人は、しばしば自分自身の不安や不足感を隠すためにそうした行動を取ることがあります。他人の欠点を指摘することで自己肯定感を得たり、自分が優れていると感じたりすることが目的となる場合があります。しかしこのような行動は他者との関係を損なう可能性があり、また自分自身の成長や発展を妨げることにもなりかねません。より建設的なアプローチとしては、他人の良い点を見つけたり自分の欠点に向き合ったりすることが推奨されます。逆に人のいいところを探してやる気を見出す人は、非常にポジティブで他者を思いやる心を持った人です。彼らは他人の長所や才能を見つけ、それを認めることでその人自身のモチベーションを高める力を持っています。こうした人は周囲の人々に対して励ましやサポートを提供することで、チーム全体やコミュニティ全体の士気を高めることができます。また他者の強みを見つけることで人間関係を円滑にし、互いに助け合う環境を作り出すことができます。自分のやる気やエネルギーを他人から引き出す能力を持つため、彼らはリーダーとしても優れていることが多いです。そして最後にこんな人、それは他人の批判を気にせず我が道を黙々と歩んでいく人は、非常に自分自身の価値観や信念に忠実な人ですね。そうした人は他人の意見や評価に左右されることなく、自分が大切だと思うことを実行し続ける強さを持っています。彼らは目標に向かって一歩一歩進み、外部の雑音に惑わされない集中力と自己信頼を持っています。そういう姿勢は時に周囲から誤解されたり批判されたりすることもありますが、結果として彼らが成し遂げることが多く、その静かな決意と一貫性が尊敬を集めることがよくありますね。